Next.js とはフルスタックのウェブアプリケーションを構築するためのリアクトフレームワークなのだ。2013年、リアクトトイフライブラリーが Facebook によって公開されたのだ。リアクトはアプリケーションのユーザーインターフェースを構築するためのライブラリーとして生み出されたのだ。リアクトの基礎となる考え方はコンポーネントという単位で UI を作ることなのだ。例えばボタンやテキスト、画像などコンポーネントをそれぞれ組み合わせることでウェブページ全体を作り出すことができるのだ。ただしリアクトはあくまでも UI を表示するためのライブラリーであり、それ以外の機能については基本的に提供されていないのだ。そこでこれらの不足した機能を補うためにリアクトのフレームワークを利用するのだ。実際リアクトの公式ドキュメントを見てみると、このようにフレームワークを使うことが推奨されているのだ。そしてこれらのフレームワークの中でも特に注目されているのが Next.js なのだ。 Next.js はアメリカのバーセルという会社によって開発されていて、豊富な機能で開発からデプロイまで一気通貫で行えるのが特徴なのだ。なお Next.js には2種類のルーティング方法が用意されていて、一つはページズルーター、もう一つはアップルーターと呼ばれるのだ。今回の動画ではリアクトの最新機能を使いたいため、アップルーターの方を使って解説していくのだ。それじゃ実際に Next.js を使ってみよう。 Next.js を使うためにはこの Create Next App コマンドをコピーしてターミナルに貼り付けるのだ。実行するといくつか質問が表示されるから、こんな感じで順番に答えていくのだ。しばらくすると自動的にプロジェクトが作成されるから、作ったディレクトリに移動して開発サーバーを起動するのだ。ローカルホスト3000を開いて初期ページが表示されれば OK なのだ。これでセットアップは完了なのだ。それじゃ早速 Next.js の世界に入ってみよう。まずはルーティングについて解説するのだ。 Next.js ではアップという特別なディレクトリにフォルダーやファイルを作成することで自動的にルーティングが決定されるのだ。例えば About というフォルダーの中に page.tsx という名前でコンポーネントを作成するのだ。するとローカルホスト3000すら About でアクセスした時にそのページが表示されるのだ。このようにフォルダーとファイルの構造がそのまま URL のパスに反映されることをファイルシステムベースのルーティングと呼ぶのだ。次はデータフェッチングについて解説するのだ。リアクトには様々なデータフェッチの方法が存在するのだ。最も基本的な方法はユーズエフェクトとユーズステートを使ってクライアントサイドでデータを取得する方法だよね。でも Next.js のアップルーターではこれらのフックスを使わずにもっとシンプルに書くことができるのだ。具体的な書き方を見ていこう。まずコンポーネントに Async をつけて非同期コンポーネントにするのだ。すると内側で Await が使えるようになるから、フェッチ関数を使ってデータを取得するのだ。そしたらあとはこのデータを煮るなり焼くなりすればよいのだ。このように Next.js のアップルーターを使うとコンポーネントの中で直接データフェッチすることができるのだ。この仕組みは React Server Component と呼ばれる React 19の機能を利用したものなのだ。 Next.js ではこのサーバーコンポーネントをデフォルトのコンポーネントとして扱うことでシンプルなデータフェッチや高速なバックエンドアクセス、バンドルサイズの削減などを可能にしているのだ。最後にサーバーアクションについて解説するのだ。 HTML の世界ではフォームタグのアクション属性に URL を入れることが一般的なのだ。だけど Next.js ではこのアクション属性に非同期関数を渡すことができるのだ。この非同期関数のことをサーバーアクションと呼ぶのだ。
サーバーアクションは厳密に言うとReact19で実装された機能で、サーバー上で実行されることが特徴なのだ。 Next.js ではこれを使ってデータの追加や更新、削除などができるのだ。実際にサーバーアクションを使うためには関数内にユーズサーバーと宣言するのだ。そして引数に Web 標準のフォームデータオブジェクトを受け取って、これを使ってデータベースの操作を行うのだ。フォームタブのアクションに作成した非同期関数を渡したら完成なのだ。フォームが送信された時に関数がサーバーサイドで実行されるのだ。ということで以上が Next.js についての解説なのだ。Next.js を使えばルーティングやデータフェッチ、サーバーアクションなどフルスタックなウェブアプリに必要な機能を実装できることが分かったね。これで解説は終わりなのだ。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。